期待が大きかったからでしょうか。今年下半期最高の期待作に挙げられていたドラマ、チリさんが、まさに騒がしい空車になってしまいました。同作は、チョン・ジヒョンやチュ・ジフンら、韓国のトップスターの出演、シグナルやキングダムを手掛けた脚本家、キム・ウニ、太陽の末裔ラブ・アンダー・ザ・サンや、トッケビ君がくれた愛しい日々、スイートホーム俺と世界の絶望を演出したイ・ウンボク監督の出会いだけで大きな話題を呼びました。ところがいざ蓋を開けてみると、叙事的な魅力も物足りないし、過度な間接広告、雑な CG により韓国の視聴者を魅了することができずにいます。チリさんはチリ山国立公園で起きる謎の事故の真相を暴いていくことで繰り広げられる物語を描くミステリー作品です。チョン・ジヒョンは最高のレンジャーであるソ・イガン役を、チュ・ジフンは幻が見える新人レンジャーのカン・ヒョンジョ役を熱演しています。10月23日にスタートしたチリ山は 9.1% という高い視聴率で好発進しました。視聴率が良かったのとは異なり、放送後 CG に関する酷評が相次ぎました。劇中、チョン・ジヒョンとチュ・ジフンが一緒にチリ山に登っているシーン、2人が山から落ちるシーンなどで雑なグラフィックが見られ、集中できないという反応が相次いでいるのです。特に制作費およそ320億ウォンが投じられた作品のため、細かい部分でも高いクオリティを期待する視聴者が多く、期待が大きかっただけに失望も大きかったというわけです。さらにチリさんの制作会社は第1話、第2話放送後、株価が20ポイント近く下がりました。チリさんで不評だったのは CG だけではありません。たびたび登場する間接広告も物議を醸しました。脈絡もなく登場する間接広告に、視聴者は眉を潜めざるを得ませんでした。山が舞台となっているだけに、欠かせないアウトドアアイテムは、すべてチョン・ジヒョンがイメージキャラクターを務める特定ブランドのものばかりで、主人公たちは険しい山を登ったり降りたりするのに、いつも綺麗で新しい登山服を着るなど、リアリティに欠けていました。また、作品の中の主人公たちが、突然肌の手入れの話を切り出し、チョン・ジヒョンが専属モデルとして活動しているブランドのコラーゲンアイテムを分かち合ったり、チリさんの宿泊所で生活している人物が、フランチャイズ店の熱々のトーストを食べる姿も見られました。過度に特定ブランドだけを消費する人物らが、目障りだという反応が多かったのです。一方、間接広告をめぐっては、中国製品の間接広告でないのが幸いだという反応もあります。チリさんは制作段階から中国の大型ビデオオンデマンド及び動画配信サービス iQIYI の投資を受けていました。チリさんの制作会社は iQIYI に海外放映権を販売し、制作費の 80% を補填したそうです。これに先立ち、中国資本が投入されたドラマが物議を醸していただけに、視聴者たちはチリさんの放送前から中国製品の間接広告を懸念していました。昨年ドラマヴィンチェンツォでは韓国で販売されていない中国産レトルトビビンバが間接広告で登場し、物議を醸しました。とりわけ中国による東北行程で騒がしい時期だったため、韓国の視聴者たちの失望は並大抵ではありませんでした。あれこれ物議を醸し、結局チリさんの視聴率は 10.7% を記録した後、引き続き下落傾向にあります。今まさに興味深い展開となる中盤なのにもかかわらずです。客観的に低い視聴率ではありませんが、期待よりも失望の方が大きいせいか、視聴者たちも続々と離れているのです。チリさんはどんでん返しを予告しているだけに、果たして後半には視聴者から好評を得られるのでしょうか。チリさんが様々な問題を乗り越え、チョン・ジヒョン、チュ・ジフンの代表作になれるのか、気になるところです。